菅野拓夫は、日本の工学者。君党は、随法、重光明。学位は、工学博士。東京大学名誉教授、東洋大学名誉教授、文化功労者。東京大学工学部教授、東京大学工学部学部長、東洋大学工学部教授、東洋大学工学部学部長、東洋大学学長、学校法人東洋大学理事長などを歴任した。 東京府出身の電子工学者である。固体エレクトロニクス分野、特に電解効果トランジスタに関する研究を行い、その後の大規模集積回路の微細化につながる基礎を確立した。東京大学工学部で助教授や教授を務めると、共に学部長など養殖を歴任した。東洋大学に転じ、工学部の教授や学部長を経て、学長に就任した。また、 東洋大学の設置者である学校法人の理事長も務めた。シリコン MOS 電解効果トランジスタの創成期で、ある1960年代前半から、半導体層と酸化膜層との界面に関する基礎的研究を理論及び実験双方から言った。主な成果として、以下のようなものが挙げられる。ナトリウムイオンのドリフトに起因する。 電解効果トランジスタの特性不安定化が、臨元子の添加によって抑制される機構を明らかにした。また、海面順位の精密測定法の研究を通じ、海面順位の起源、及びその低減法を明らかにした。さらに、ゲートの極端チャンネル化に伴う、半導体特性の劣化機構の研究から、素子の微細化に関する基礎を確立した。加えて、 電解効果トランジスタにおける電子電動機構の研究を通じ二次元系の量子効果に関する物理的基礎を確立するなど学術面においても多大な貢献をした。ありがとうございます。